大助おなじは私ご飯いただいていいですか。はい、かしこまりました。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、みゆみゆのはんなり京都 TV どす。え、今日ねすごいよ、ラーメン界を君臨するラーメン界の女帝、私がなんとめっちゃ美味しい食べ方を提供してくれる焼肉屋さんにご依頼いただきました。そして私のラーメン界の師匠もなんとご依頼いただいているということで、今日も始まりますよ。はい、どうぞ。京都へおいでやす。みさぎょうとあきです。今日は2人コラボで呼んでいただきました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。あきさんなんかね、めちゃくちゃ美味しい焼肉の食べ方、はい、教えてくれるんやって。何ですか、楽しみですね、うん、楽しみです、はい、では一緒に向かいたいと思います。みんなついてきなさい。中心に美味しいお店を紹介しています。食べて飲んですする、チャンネル登録よろしくお願いします。場所はね、また概要欄に貼っておきますけど、市場の堀川通り、ここの角にあります。こちら焼肉大助さん。予約や予約や、満席ですよ。こんにちは、オーナー、よろしくお願いいたします。大助さんですね。大助です。はい、大助さんです、はい、元気がいいです。ありがとうございます。あきさん、店内はおしゃれでバル的な雰囲気ですね。さっき俺言うたやん。パクりました。いらっしゃいませ、焼肉大輔の大輔です。よろしくお願いします。当店は基本 A4 以上の和牛肉をお取り扱いして、はい、まあね、お肉とかもいろんな部位があると思うんで、ももとか首とかお尻とか、まあ、いろんな部位をどうやったら美味しく食べるかというふうにカットとか味付け考えながら、カットも、はい、すごい、ね、カットも、はい、提供してますので、でまたね、美味しい近江牛のカルビとかまたあるんで、ぜひぜひぜひご賞味くださいませ。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。自家製ドリンクとかもこう、すごい、めっちゃアットホームな家庭的なお店ですよ。まずはね、ビールから、生ビールから行きたいと思いますけども、最速のね、師匠がいるので、もう私なんかほんまに普通に飲む、早回しで飲むぐらいの勢いで行くと思うので、皆さんその絵面をご覧くださいまし。では皆さんお疲れ様でした。乾杯。でもこの2回目挑戦したいと思います。いただきます。おう、うまい。自家製の梅さんはそう、私次ね自家製いただきます。あ、なんか人気そう、減ってる。和牛ユッケです。おー、すごい、これはやばいな。すごい。新鮮なうちに。はい、冷たいうちに召し上がってください。いただきます。食感ね、コリコリしてるのにすぐ溶ける、さって溶けるじゃなくて、コリコリしながらスーッて溶けていく感じ。この油の甘みが美味しい。もう
でも豚の甘さに。うん、これ自家製の梅サワー700円。これとれこれとれ言われるんでね、大人気よこれ。いただきます。自家製やろこれ。うんま、いいね。全然これ私が大好きな甘くないシリーズ。おー、いいね。焼肉に合うな。合う合う。はい、牛タンの九条のイダレですね。うわー、半分にこうパターンと、はい、パターンとって折ったまま焼いていただいたら、折り曲げて、折り曲げて、はい、中は蒸らし焼きで、はい、了解です、はい、半分に折って、半分に折って、あ、もう完璧です。で、そのまま、はい、取りください。なんか肉の餃子みたい。高級肉、高級牛タンの九条ネギ餃子みたいな感じ。むっちゃ肉がきれいね。歯ごたえすごいやけど、むっちゃ柔らかい。お肉の美味しい食べ方や。結局ね、こう、タレがね、こぼれたらもったいないんで。なるほど。はい、こんな感じで。あ、はい。いきます。ありがとうございます。はい、わー、いただきます。どうよ、この演出。もう見てるだけで食べた気分になったという。でも、今から食べます。すごいね、こんな食べ方したことない。うーん、牛タンはね、もちろん最高に最高に美味しい。さっきね、アッキーさんが言ってたみたいに九条ネギ、九条ネギがきちんとね、味付けされてて、この邪魔しない味付け感、肉の味が引き立つ、牛タンのこの弾力やばいね、ほんまに。さすがね、ちゃんと厳選されて、焼き方も厳選されて、言ってる意味がわかる。このタイミングでこうやって焼いて、このネギを乗せて食べる。こんなに美味しくなるんですねって感じ。多分自分で焼いてたらカリカリになって中も火が通って美味しい肉もダメになると思うんですけど、めちゃくちゃ美味しく食べてます。アキさんどうですか、これやばくない、牛タン。やばい、これこんなあの牛タン食べたことない。ないね、うん、牛タン食べててもこんなことにならないものね。必ずあの両面焼くやん。これあの中蒸し焼きやん。だからあの生とよく焼いた感じがダブルで楽しめて、そう、もう面白い食感で、ね、うん、美味しいわこれ、ま、これもほんまおすすめ、おすすめ、最高です。私さっき言ってたけど、ほんまね、あの肉のね、餃子みたいな感じ、高級肉の餃子、中に美味しい九条ネギが入ってる高級肉の牛タン餃子。焼き目をきちっとつけた方がいいらしいですよ。ほぼ生で食べてるからさすがです、ほぼほぼ生だ。さすがあの師匠ちゃいますわ、やることが。いや、肉やからいけるか。一応でもあの旨味をね閉じ込めるという食べ方なので、これオーナーに、大好きオーナーに焼いてもらいました。何回食べても生ですよ。生ですよ。焼けてるやん。うん、うまい、うまい、やばい。うん、レモン、完熟のライム。え、ライム、ライムなの、はい、これえら黄色い、黄色いね、あの木の芽で完熟して、あの黄色くさしてから収穫したやつを。面白い、ライムだ。焼肉大好き、ライムだって。あ、ほんまや、レモンじゃない香りが。あー、もうこれも美味しいわ。もうなんでこんな甘くないシリーズで好みに合う感じなの。これもあのね、アッキーさんね、おしゃれなもんおしゃれなもんって言ってるけど、それ見た目おしゃれやけど、飲んだらね、おっさん風やねん。甘くないもん。あ、そうか、甘くないから。甘くないねん。もうめちゃくちゃガツンってくるねん。へえ。もうめっちゃ甘くなくて、もうガツンってきて飲みやすい。私は大好き。
これはおっさんが好きと思う。おっさんが言ってます。おっさんが言ってます。ヒゲ生えてきますこれから。はい、わあすごいの来たな。貝の実という。はい。貝の実。貝まだカルビの部分なんですけども。カルビの部分で一番赤身で柔らかい部位なんで、うん、こう厚切りにしてもね柔らかくあっさり召し上がっていただきます。水胡椒を焼いてからお好みで。ありがとうございます。水胡椒入れてますよ。美味しそう。だけども見てくださいこの刺し、これすごいですよこれ。ほら貝の実ステーキ、うわー美味しそう。いただきます。まずこのままレアですよ。貝の実ってこんなやったっけ。貝の実食べたことあるけどこんなやったっけ。なんとも言えへん食感やわ。見てこれ、この焼き上げ、ステーキですよ、ね、これ。もうこれこれ。表と裏とカリカリで、中に肉の旨味がめっちゃ閉じ込められてる感じ。塩味で今食べましたけども、肉の味が思う存分堪能できますよ。肉汁がね、口でね、大ボス。ほんまに溺れないでください。うまいこと言うたな。大ボス、これあの、津波ですわ。すごいね。もうガーッと油が襲ってくる。やばい、うん、じゅわじゅわですよね。いやここまで美味しい油が初めて。今ね、肉の味堪能したので柚子胡椒。今豚肉ですね。ものすごくね肉の味が引き立つこの柚子胡椒で。ものすごくね肉の味が引き立つ。真似してますやん。いやほんま引き立ちますよね。引き立つこのね貝の実これ。油っぽさがなくなる。なくなるなくなる、ね、これはね貝の実って何回言ったけど貝の実ってこんな感じだったかなっていうぐらい。ちょっともうここ大輔さんよ、いろんなもん食べたことあるもんばっかり食べてるのに食べたことないものを食べてる感じ。それぐらい肉の美味しさが素晴らしい。はい、じゃあ最後は近江牛の上カルビです。とんでもないのが来ましたね、はい、すごいな。めっちゃ美味しいですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。大好き女じゃ私ご飯いただいていいですか。はい、かしこまりました。よろしくお願いします。特盛りにしてください。かしこまりました。うまいこと言いましたね。特盛りです。めっちゃ笑顔で。ツヤツヤの炊きたての白ご飯。うわ美味しそう。お肉屋さんのご飯って絶対美味しいね。見てこれ。うわちょっとまずお肉なしでこのまま食べます。私さすがご飯系 YouTuber。 はいちょっとご飯いただきます。いただきます。お肉屋さんのご飯はねめちゃくちゃ美味しいね。すごい食うなほんま毎回。このご飯だけで10杯いける。多分そんなに焼かなくていいと思う。こんな感じかな。これは特製ダレにつけて。いただきます。言うてた意味がわかる。湖ができた。肉汁の湖ができた。パクリやね。ちゃんと言いましたよ。アッキーさんが言うてた肉汁の湖ができる意味が分かるって。飲み込んだけど
口の中にちゃんと湖残ってるので、この湖とともにご飯が、いただきます。これは美味しいわ、ほんまに。ハッピーバースデーや。おめでとう。いいね、ハッピーバースデートゥーユーしてる。じゃあ次はこれ乗せますよ。高級近江牛ご飯。何のコメントもできへんぐらい美味しい。ご飯はいります、これ。これすごい。もう誕生日とかね、こういうお肉のケーキとかもできますんで、皆さんね、ぜひ誕生日とかお祝い事、これすごい、ご利用いただきたいと思います。思います。今日はペースで揚げてるんですか、今。毎日完食です。毎日エブリデイ、エブリデイ。めちゃくちゃ最高に美味しかったです。ここ何年もエブリデイ。本当に、さっきね、お誕生日会もやってたみたいに、高級なお肉を食べさせてくれるのに、アットホームな家庭的なお店で、リーズナブルに堪能できる、そして美味しいお肉を一番美味しく食べさせてくれる焼き方、最高でした。ぜひ皆さんね、市場の、堀川、じゃあ市場にありますので、お店が焼肉大輔さん、ぜひ来て美味しいお肉を食べてみてください。オーナーに焼き方教わって食べてみてください。アッキーさん、はい、どうでしたか。最高でしたね。めっちゃくちゃ美味しかったね。めっちゃ美味かった。やばかったね。やばくない、ほんまに最高やった、ね、ほんでだからね、アッキーさん今までお肉食べてるけど、うん、初めて食べたかのような感じの食感とか味やったね。だからその美味しい食べ方を、うん、特別にしてくれるから、他の焼肉と違う感じで、本当にこれはね、うん、素晴らしい。ほんとアットホームやしね。そうそう、めちゃくちゃ美味しかったです。まかったです、うん、ぜひ皆さん、ミスター京都アッキー、そしてみゆみゆあんなり京都 TV チャンネル登録どんどんしてくださいね。では最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。だだだだだ、またね。ママありがとう、ありがとうございます。ごちそうさまでした。最高です。